こんにちは、ブライアンとアンちゃんです。今日はハイエースの後ろの扉に網戸、防虫ネットを取り付けていこうと思います。はい、ね、だいぶ暖かくなってきてね、もう3月で今ポカポカして車の中もだいぶポカポカしてるんですけど、外の花粉すんごくてやばいね、目かゆね、ズルズルしてちょっと本当にもう薬飲んでも全然効いてないし、とりあえず今車の中にいます。で、これから防虫ネットをつけようと思います。まあやっぱり暖かくなってこれから虫とかも出てくるはずなので、ちょっとまだ虫対策全然できてないので、今日はその防虫ネットを取り付けるのと、あとついでに横のスライドドアにも網戸を取り付けて、夏とか暑い時に換気をしながら車中泊ができるような装備を今日は整えていこうと思います。はい、はい、防虫ネットっていうと UI ビクルっていうところの製品がすごい有名で、ハイエース専用で作ってるからすごく質はいいんやけど、とにかく高い。あ、そうなんや。うん、網戸だけで1万5、6000円ぐらいすると、でちょっとさすがにね、その出費は痛いなと思って、で今回はメルカリショップでハイエースの専用設計の網戸を売ってたので、それを買いました。これは7200円です。ちょっと安くなった、半額ぐらいかな、専用品のUI ビークルと比べると。なのでまあだいぶ安いので、ただまあ専用とは言いつつ、まあどの程度のクオリティかもわからないんで、ちょっとそれもチェックしながら、まあ本当に使い物になるのかどうかっていうのも確かめていきたいなと思います。はい、はい、じゃ早速取り付けに行きましょう。はい、おい、じゃ早速取り付けていきます。はい、はい、怖い怖い怖い。今うちの車内後ろから見たらこんな感じで、カーテンだけついてる感じですね。なので、まあ、このままだったらね、当然虫入り放題なので、ここに防虫ネットを取り付けていきます。はい、よし、じゃあこれで開けていきましょう。こうかな、だからこんな感じなのかな。だからこの黒い帯の部分を挟み込んでいって、どこに挟む、この隙間に挟み込んでいって、石ぐるーっとすると全面に網戸がつくという感じかな。ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあまず外してってみよう。外すんや、それ。そうそう、普通に引っ張ったら取れるけど、めっちゃ汚いやん。あれやね、なんかゴムの溶けたみたいなのが熱でビロンって、ほうほうほう、汚ねーで、この本体と上の天板との隙間に挟み込んでいくのが一般的らしい。はあ、この辺を一回仮で挟んでみようか。一回ではちょっと突っ込んで、ここに突っ込んで隙間にね、感じじゃないかな。ゴムで挟むんかと思ってた。いや、最後にゴムで上からこうキュッて詰める感じかな。真ん中の位置もまあ合ってそうやから、とりあえず進めてみましょう。はい、すぐ入る。うん、スッと入りはする。雰囲気こんな感じ。ちょっとシワいってる、ここが。そうだね、手真っ黒よ、ね、私も手黒くなっちゃった。あら、いけそうやね、ちょっと2人でやろうか。こんぐらい引っ張った状態になる。これちょっといいやつだった。なんか下余る。あ、引っ張っちゃった。使用できたけど、どないな感じ。シワシワやし、ちょっと泣いちゃったねえ、引っ張りすぎた。ちょっとなんかこう、縦の長さの方が長いみたいで、上の部分きっちりと下の部分をきっちり入れると、その分ちょっと長さが余ったので、この辺少しシワを作って帳尻を合わせた形です。あと最初からなのか、はたまた作業中なのか、ちょっと引っ張ってしまったせいか、ここ穴が開いてしまいました。あとで縫うわ。そうよね。ただまあ一応くっついた。下の方はこのチャックのある手前までが車に挟み込んでて、ここから先はペラッと。なのでチャックを開けると、開けてそっちもこんな感じで巻き上げて使えるから、まあ、普段しないときはこれ上に上げとけば、トラックから物出すときは特に邪魔にならんかなと。なんか上でクリップで挟む感じかな。まあ、一応外観的にはこんな感じで取り付けることができました。はい。で、後ろが付けられたので、あと横のこのスライドドアの、窓にも網戸を付けたいと思います。で、今回こんな感じの、なんかAmazonとかでもよくある定番のサンシェードなんですけれども、まあ、これが、ぴったりと網戸に入るということで買いました。ちょっとつけてみましょう。
60×43 っていうサイズがハイエースにぴったりらしくて、43センチっていうのがちょうどこうスライドドアの引き戸にぴったりらしい。あ、はめ込むんや。こんな感じなのかな。へえ。あ、それは楽でいいね。うん。でもさっき大変やった。ねえ、なかなかつかんかったね。20、30分格闘した。こんな感じかな。まあ一応つけっぱなしもできるし、まあ取り外してもいいし。で、網戸やから風もまあ通るやろうし、うん、サンシェードやから UV カットもしてくれると。雨ちょっとずれるとかはもう雨だらし。よくここさ、鉄路とかでさ、雨でもそうやけど、水が溜まってるからびちゃびちゃになりそうね。うん、だからもう消耗品よ。取り外しとかしない方がいいかも。うん、つけっぱなしの方が楽。すごいな、本当にぴったりな。はい、うん、ちょっとシワついてるけど、これで一応両側のスライドドアと後ろをつけることができたので、ちょっと実際に開けて風の通しを確認してみようと思います。もちろん後ろのドア開けっぱなしにすると邪魔なので、そこで役に立つのがこれですね。ドアストッパー。よく皆さん使ってますけど、これを使えば後ろの扉をちょっとだけ隙間を開けた状態で車をロックもすることができるので、まあ、夏しっかりと施錠をしながら風を通すことができるということで、ちょっと後ろのドアにこれを取り付けようと思います。ドアの部分にこのフック引っ掛けて、ドアストッパーつけるとこんな感じで、だいたい10センチから15センチぐらい扉が開いた状態をキープできます。なのでこんな感じで隙間が開いてるんですが、まあ、その時に虫が入ってこないようにさっきつけた防虫ネットが網戸の代わりをしてくれてます。両側は右側のスライドドアも左側のスライドドアもさっきつけたサンシェードをつけているので、今、窓は3箇所全部開いてる状況ですが、しっかりと風が通ってなおかつ虫が入らない状態が作れています。まあ、ちょっと今日あまり風がないので、まあ、そんなにこうガンガン空気が入れ替わってなって感じはしないですけれども、まあ、実際やっぱ夏本番はこの、網戸の横前にこう扇風機を置いて換気を促進したりとかをして、空気をしっかりと車内入れ替えることで、涼しく過ごせるようになるんじゃないかなと思います。まあ、ひとまず換気ができるようになったことと、で、虫が入ってこない環境を作れたという意味では良かったのかなと思います。ちょっとあんちゃん用事があって、まあ、さっきも帰っちゃったんですけど、なのでちょっと僕だけで締めますと、今日は後ろのドアとあと2つのスライドドアに防虫ネットサンシェードを取り付けました。で、一応これで、はい、虫が入らないで換気ができるという環境を作れたので、今後また暑くなってきて虫が湧いてきた時にも車中泊が少しでも快適にできるようになったんじゃないかなと思います。で、ちなみに最初紹介した後ろのサンシェードですが、さっきご紹介したようにやっぱりちょっと縦幅余ってしまって、まあ、専用設計っていうにはやっぱり弱いのかなと、あとまあ網戸もちょっと破れちゃったしということもあるので、やっぱりなんだかんだいいものは高いものは価値があるのかなと思いますので、そういったものも選んでみたらいいのかなと思いました。まあ僕らはちょっと、はい、予算の都合で安いものにしましたが、はい、高いものを買いましょう、はい、っていう感じでした。ということで、少しずつですがようやく我々のハイエースも車中泊ができる状態になってきましたので、引き続き、まあ、こういった車中泊できる仕様に変えていく情報を発信していきますので、ぜひ応援をお願いします。では今日は高いものには価値があるんだなと思った人は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。